よー。おーてってれってってーてってれってってーどこ行ったんじゃんキヨキヨでーてってれってってーてってれってってーてれってれってあぶねいやいやいやあぶねってことではい、なんですか先生はい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 今日も今日ついにやってまいりましたついにやってまいりました大鳥、大鳥が大鳥大鳥の企画が、あ、大鳥がね大鳥の企画がやってまいりましたまあ言ったら今日ね今日撮影する最後の動画ですね4本目の最後、はい、その名も企画名も、はい、発表したいと思います。なんか重いねなんか重いなそれ大丈夫予定調和じゃない予定調和じゃないですもう段取りは悪だよ段取りは悪段取り何もしないんでお恐ろしいってことでいきます、うん、テンションゼロから100ロイヤルゼロから100ロイヤルはいやってまいりました今日もほう今日もやってついについにやってこの大舞台がこの大舞台がついに実現に、はい、されました実現されましたついにはいってことでですね、うん、まあテンションゼロから100ロイヤル、はい、まあ一応企画説明あ一応ね一応ね一応、はい、まあ念のため念のため、ね、念のためまあ最初に、はいテンションゼロから始めますゼロから始めて、ねはい、クラロワでクレバトしていって最後にはまあ、100になると。え？徐々に上がっていくんですか？え、なんか前やったのは。前やったのは、0でずっとやって、残り1分だったら100にバーンってなる。100で、そうだね。残り1分からもう100でうるさいっていう。じゃ今回は、50ぐらい、うん。50ぐらいもちょっと混ぜてみようかな。だって、0から100なのに、あ、0から100なんだ。0、100じゃないんだ。0からってついてるんだ、一応ね。まあ。で、50も取り入れつつね。取り入れつつ。いや、それあ、いらないっすかね、50。さては。いや。どうだ。あり。だって、それなくしちゃったらそれって予定調だから。予定調だ。だって話していく中で、生まれたものは取り入れ、生まれたものはやっぱ取り入れないと、エンターテイメントだ。エンターテイメントなんで。大事っすね。じゃあ、それで言うと、50が僕らの普通じゃないですか。まあ、確かに確かに。その、なんか入っていくでやっていきますが、50に。50ですね。そう、それが50。じゃあ、最初の1分は0、はい、0で次の1分次の1分は残り2分から残り1分までが50普通の感じでねそうですねで1分だったら100で100で100でちゃんと3分で決着つけないと事故になりますそれ事故いやこれねなんでね僕らがちょっと顔が引きつってるとかちょっと来季さんの企画発表もちょっとの重いかっていうと前やったんですよそう前の動画まで見てない方ぜひ見てほしいんですけどやった時にめちゃめちゃ大変だったねありえんほど疲れました、ね、ありえんほどえぐいえぐいちょ俺らちょっと怖いっていうねもうエネルギーを使い果たしすぎてしかも、うん、あれまだ夜だったから寝るだけだったんですよ言っちゃえば確かに終わって今日は朝で俺はこれから出社だし、はい、結局さん大学行くんですよねだから25分後家を出ますやばいでしょそれ普通に考えて俺も何も用意してないやっぱ YouTuber やらないといけないからね、うん、ノリと勢いでそうノリと勢いでやるのいきますねってことでね、これ1試合でいいんじゃない？ 1 試合でいい説明もう結構雑談しちゃってるんで1試合でやっぱ全部決めるや全部っぱ全部っぱだってやっぱ2試合目の2試合分のエネルギーを残してたら、はい、1試合目はやっぱそれ100じゃない100じゃないです確かに2ぐらいです2ぐらいだって2試合やったらあれ2試合目するもう60でしょってなるわけですよねやっぱ2試合やってると100は出せないんで1試合にもう一試合に全部っぱで。全部っぱで。行きましょう。行くか。なんでこんなふーってすんだろうね。やっぱ、デッキは何でもいいんですよ。デッキはまあ。試合ですから、普通に。確かに。いや、でも、ライキさんのさ、そのさ、僕あの、現地観戦さ、はい、させてもらったんですけどさ、はい。すげえ喋るじゃないですか、試合中。いや、俺喋んないと、あれなんですよ。はい、覚えらんなくて。あー、なるほど。はい。あとは、結構、やっぱ、緊張する人なんで、はい。なんかもう、ああやって、なんか、自分で上げていかないと、あのもう、こう、ガチガチになっちゃう。確かに。いや、僕、それは、一観客として、すごい、エンターテインメントだなって思いました。楽しかったっていう。なんか、やっぱ、あ、いやいや、それね、それね、とか言うじゃないですか。はい、それ、すげえ良かったっす。あ、本当ですか。なんか、あと、こっちも、なんか、まあ、僕はもう、応援してたんで、はい。なんか、いいぞいいフィールドがいいぞいいぞってなってますどうでもないすいませんどうでもないでってあいやでまあエンターテインメントなんで僕いろんなデッキ使いますよ僕いや僕ももう
そんなね、スパーキーばっかとかね。そうそう、俺もスパーキーなんか絶対使わないです。そんなんもうエンターテインメントなんだ。よし、これでいきますか。見えてないか。オッケー。よし、いきます。じゃあ一応出しときます。ああ、そっか。入りますよ。もう、そうですね。いいですか？ゼロですね。ゼロ、ゼロだ。いきます。入った瞬間ゼロですよ。もう。ああ、そうか。今50年なんで、50年なんで。はい、いきますよ。はい。うん、なんだ？なんだこれ。マジ、なんだ？普通に考えて。なんで？ありえねえだろ、女。普通に考えてさ、まずそのザップってさ、その、なんかその。いや、ファイスピってセンスだよ。いや、違うでしょ。あの、うん、その、なんだろう、アイスウィザードってこう、うん、見てて寒いっすよ。寒いっすね。明らかになって、冬じゃん。明らかに。うん、明らかに、うん。ちょっとわかんないっす。いやいやいや、明らかに冬やん。だってもう寒くて死んじゃうでしょ、それ寒くて。そんだって霜焼け、霜焼けすごいし、霜焼けしかできねえな。だって霜、あ、いやいやいや、やってました、やってました、よろしく、よろしく、あーまあね、よろしく。そう、あのそれスパーキー使うんすね、結構ちゃんとね。まあやっぱり俺といえばスパーキーみたいな、まあでも確かにそれはありますわ。でもいやいや、若干ありますよね。あ、よ、入れ入れ、おい、お茶入るでしょ、普通に。待って待って待って、普通に入るね。それだけはダメ。おい、ダメだろ、ダメだろ。おい、おい、普通に入るっていうね。あざすあざすあざす、いいね、いいね、いいね。ちょっとね、テンションゼロというか機嫌悪かったですね、ちょっとね。あー、まあまあ、いきましょう、いきましょう、よろしくと、よろしく、え、テンション低くない？よろしくと、まあ、俺の、あ、まあ、50、あ、まあ、50ですからね。50だから、ちょっと温存してるのかな。ちょっと温存しとかないと、やっぱ100ってのは出し切れない。確かに、確かに、普通ですよ、普通に、普通にします、普通に。僕普通です、別に。別に、なんかゾワゾワしてくるってね。いやいや、俺の方が普通でしょ、何言ってるんですか。何で、それだ、予定調は。言いたいだけ。よし、よいしょ、よいしょ。いや、それ予定調でしょ、それは。いやなんで僕らは言ってもね、試合に関しては確かに、確かに。2人とも端末ぶん投げてちょっとね、なんかね、よくわかんない感じして、だってあーとか言って生まれてましたよ、僕から iPad が。じゃあ反省会しましょう、反省会しましょう、反省会。どうでした？まあ、いや、僕ね、その、実はこの動画、はい、この動画っていうか今日撮影開始が8時から開始してたんですよね。で、その8時から開始して最初3本撮ったんですよ。はい、まあ、8時40分ぐらいに終わって、そうですね、3本連続で撮ったんで、はい、そこから、あ、最後の1本じゃあこのテンション0100でいきますかと、
ってなかなか僕らやっぱ思い越しが上がんなかったですからね。あ、ゼロ100かみたいな。1時間ちょいぐらいしましたよね。そう、1時間ちょいぐらい撮んなきゃいけないのに、なんか。なんか、本当ですか？ベランダ出て黄昏れてました。そう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 。反省、なんかあります？やっぱ、反省を積むことでやっぱりどんどん成長できるじゃないですか。反省っすか？いや、僕の反省はですね、とりあえず、ライキさんをこう倒せばいいって。だって、テンション高いくなったら、はい、いきなりじゃあ人をこう、うえって倒しちゃうんですかって話ですよね。倒しちゃいましょうよ。いろいろ犯罪、いろいろ犯罪ですよ、それ多分。ダメだ。いろいろね。そう。よろしくない。よろしくないですよ。まあ僕も。反省ってあります？ちょっとコーヒー飲んでいいですか？ちょっと、喉すでに痛い。潰れてますね。喉すでに痛い。僕もですね、うん、まあとりあえず倒されてればいいかなみたいな。そう、いつかいつか回答ですから。あのね、まあ最初の方は、はい、いいとかカメラアピールとか、はい、ちょカメラに向かってこう iPad ウィーとかやってたんですけど、最後の方ちょっと疲れちゃって、もう寝てるだけですから。投げられあってもなんか。そう、寝てましたよ。だって起き上がるわけのに、起き上がるの、ちょっと起き上がると疲れちゃうから、やだから、あーとか言ってごまかしてた。寝っ転がってましたね。正直ごまかしてた。ちょっと甘えが発生して、甘え発生しましたね。だってプロだったらこう倒されても、はいはい、起き上がってもう一回ちゃんとアピール始めるんです。アピールを始めないといけなかったかもしれない。そうな、僕らちょっと疲れちゃったから、僕らのやっぱ僕らの甘えが出ちゃった、ね、甘え出ちゃいました、それはさすがに。確かに。まあ、ってことで、はい、まあ続くんで安心してください、このシリーズは。毎回やるっす。毎回ね、これ面白いわ。でも結局さんち来たら毎回やるっす。逆に僕んちじゃないと撮れないかもしれない。例えば、うるさすぎて、なかなか人んちでこんな声出せないです。いや、なんならちょっとワンちゃん怖いですからね。ワンちゃんね、ワンちゃん怖いですからね。ワンちゃんだけです。ワンちゃん、ありがとうございました。ってことで、そうですね、疲れちゃってもなんかわかんない。いや、これマジで最後に撮んないとダメなやつなんですよ。絶対最初、やっぱ最後に撮って正解ですね。ほんとってことで、ですね、まあ、これが、キヨキヨさんとコラボ4本目なんですけど、そうですね。まあ、僕のチャンネルで2本、で、キヨキヨさんのチャンネルで2本撮ったんで、はい、まあ、それも、動画もね、上がると思うんで、はい、ぜひそちらの方も見てみてください。見てください。ってことでですね、今日は、この辺で、終わります。ありがとうございました。ってことで、ごっしょん！ありがとうございました。